シーボールフォーファイアーは、ルーク・ケイジとアイアン・フィストが専門調査と保護を提供する、ニューヨーク州に許可された企業として結成された。ルークとラニーは共闘して、ヴィランたちと戦い、すぐに親友となった。ルークは雇われヒーローとしてより儲かるために、ランドニーキャム社で働いていた弁護士ゲリン・ホーガースと相談し、ラニーとヒーローズ・フォー・ハイアーを組織することに決定した。解散後、オンスポート事件で多くのヒーローが死亡し、オラクル社によるチームをラニーは結成。後に二人と交友のあるミスティナイトとコリーン・ウィングによる、女性だらけのヒーローズ・フォー・ハイアーも結成された。現在でも再び、ルークとラニーによるチームを結成している。